アウルス・ポストミウスの勝利を描いたデナリウス銀貨。表は、ディアーナ女神の横顔とローマの文字。逆側は三人の騎兵が不評を踏みつけている図。このコインは、紀元前96年に、アウルス・ポストミウス・アルビヌスが鋳造させたモノアウルス、ポストミウス・アルブス・レギレンシスは、共和制ローマの政治家、軍人、独裁官と執政官に就任している。ティトゥス・リウィウスによると、 紀元前499年、または紀元前496年に独裁官に就任し、レギールス湖畔の戦いの大勝利によって、ラティウムを征服、凱旋式を挙行する栄誉を得た。後に、ポストミウス氏族が鋳造したコインの多くに、彼らの祖先が成したこの勝利を刻んでいる。ローマの民間伝承では、この戦いの間に、 カストールとポリュデウケースが出現したとされており、後にアウルス・ポストミウスはホルムロマヌムにカストールとポリュデウケース神殿を作ることを約束した。紀元前496年には執政官に就任する。リウィウスによれば同じ年にレギルス湖畔の戦いが起こったとする説もあるとし、ハリカルナッソスのディオニュシオスはこの説を取る。リウィウスの紹介するところによると彼は 同僚執政官が信用ならないとして辞任し、その後に独裁官に就任したというが、文献によって様々な説があり、真実はわからないとしている。紀元前495年、ローマはウォルス貴族との戦いに勝利したが、その直後にサビニ族のローマ侵攻が起こり、急遽騎兵を率いて出撃している。しかしながら、サビニ族は略奪と宴会で疲れ果てており、 抵抗らしい抵抗はなかった。一般には、レギル・レンシスというアグノーメンは、レギルス・コハの戦いに由来すると考えられている。しかし歴史家バルト・ホルト・ゲオルクニー・ブールは、彼の邸宅のあった場所であるとしている。クラウディウス氏族にも、イン・レギル・レンシスというソエナを持つものがあるが、後世の年代記変者が、レギルス・コハの戦いの司令官であったアウルス、ポストミウスに対してのみ、 この戦いと関連づけたと考えている。リウィウスも、戦いの場所が添え名になったのは、これより300年後のスキピオアフリカノスが最初であると、述べている。彼の父は、プブリウスで、ある系図によれば、彼は、紀元前466年の失政官スプリウス・ポストミウス・アルブス・レギ・レンシス及び、紀元前464年の失政官 アウルスポストミウスアルブスレギレンシスの父である。ありがとうございます。